さあ始まりました、シュンピーチャンネル、シュンピーです。今回はゲストの方をお呼びしています。美容外科医の奥村先生です。お願いします。お願いします。お願いします。奥村先生は美容外科医の中でも婦人科形成っていうのをやってるんですよね。そうです、婦人科形成かなり奨励されてます。ずっともう美容外科医になりたくてずっと医学部の間も勉強してたんですけれども、へえ、はい、で研修回る時も美容になることを意識してずっといろいろ科を選んできたんです ね。大手美容外科でもうずっと分院長として働いてて、そこですごいやっぱ症例を経験積んで、はい、また今回新しく婦人科形成をメインにしたクリニックを開業させていただきました。なるほど。学生の時からでも正直美容になりたいって結構珍しくないですか？当時って結構何年も前とかですよね。あ、そうなんです。だからすごい少なかったんですよね。なんかちょっと噂で聞いたんですけど、かなり女性の方では珍しい時から美容やってたっていうふうに聞きました。はい、素晴らしい。そんな奥村先生にちょっとね、いろいろ婦人科形成について今日は学んでいきたいと思います。はい、ということでいろいろ聞きたいんですけれども、いろんなクリニックでいろんな美容の整形手術だったりとかいろんなことやってると思うんですけど、僕はやっぱ面白い、珍しいと思ったのは婦人科形成、正直僕も全然わかんないんで、どういうことやってるんですか？そうですね、どこまではっきり言っていいのかちょっとわかんないですけど、まあまあ確かにね、言葉はちょっと選んでというか簡単に言うと、女性器ですよね、女性器をきれいに整えるというか、見た目をきれいにしたり、はい、色をきれいにしたり、あとは膣を引き締めたりとか、そういったところで感度を上げたりとか、あと女性器全般のお手術をしてます。見た目とかってどういうことなんですか？何をどうする？ちょっとあんまりやっぱり色が濃かったり大きかったりするよりは、色もきれいでコンパクトの方がやっぱりこう好まれるというか、例えば擦れたりとか、例えばジーパン履いたり自転車乗ってて擦れて痛いとか、そういった機能面でも改善ができるので、やっぱり女性の方ってそういうので悩んでる人多いんですか？多いです。今まで症例数っていうか、そういう患者さんってどれぐらい見たことあります？何例ぐらい？いや、実際大手では、自分が執刀してるだけじゃなく、後輩たちをすごくやっぱ指導もしてきたので、トータルするともう5000例以上になってます。マジっすか？日本で一番デリケートゾーンを見てる医師、そうかもしれない。もしかしたらでもそれはもちろんやっぱりいろいろその顔の形が違うようにいろんな個性があると思うし、でもそれで悩んでる人も結構たくさんいるってことですもんね。おっしゃる通りです。であと脱毛ね、最近やっぱりやる方が多いので、アイラインとか VIO 脱毛することで逆にこう目立っちゃって、今まで気にしなかったのになんかちょっと気になっちゃったみたいな方も増えてきてます。なるほど。ちなみに手術名としてはどんな手術やるんですか？小陰伸縮小術、はい、陰核包茎術とか、はい、肛門下垂とか。いや難しいな全部難しいあとは処女膜切開とか。そういうのもあるんですね。処女膜切開っていうのはどういうことなんですか？どういう手術ですか？処女膜って、普通運動したりしてるだけでもすぐ破れたり、あとは性行為で破れるんですけど、よくあるんです。これって本当にこう膜みたいなのがそこに張ってるってことなんですか？あ、そうですね、薄くこう入り口のあたりに本当に薄くある膜なんですけど、かなり薄いので、先ほど言ったように運動したり、性行為ですぐ破れるのが一般的なんですけど、ちょっとこう熱い方がたまにいらっしゃって、でそうすると性行為自体がもう痛くてできないっていう場合があるんですね。その場合にカットしてあげて広げてあげると性行為ができるようになるという手術です。膜っていうことなんですか？もう本当にこう壁みたいなのがあるってことですか？それともこう穴自体は開いてるんですけど、ただこの周りに、膣の周りにそのくるーっと薄くこうある膜。なるほど。膣が狭いってことなんですか？盛り上がっててっていうわけじゃなくて、もうなんとなくこう張ってて狭くなっちゃってるみたいな。そうですね、膣の中の粘膜からずっとこう連続して、その入り口のところがちょっとこう何ていうんですかね、小さくなってる部分が。へえ、そういうことか。硬い方がいて処女膜強靭症って言ったりするんですけど、それをメスとかでも切開してあげる。そうですそうです。結構いらっしゃるんですか、そういう患者さんは？割といらっしゃいますね。それって何で悩むんですか？性行為ができないっていうことです。一番痛くてできないです。ご結婚されてても10年間1回もできなかったっていう方とか、ずっと悩んでたけどどこに行ったらいいか分からなくて。そういう悩みもあるんですね。僕正直不勉強ながら初めて知りました。あとは逆に再生術っていうのもあります。
あ、え、それはどういうことですか？注目再生術は、まあ、あの処女に見せたい、思わせたい。そんな人もいるんですか？います。それってでももしかしたらそのあんまりいい経験、いい体験じゃなくてとか、それを忘れたいみたいなのもあるんですか？あるし、男性側からやっぱり自分が初めてであってほしいから、うん、ちょっと手術してきてほしいって言われることもあります。男性が手術してきてほしいもあるんですか？あります。男性がそうですね、あの彼女にやっぱ自分が初めてであってほしいから手術してきてほしいっていうふうに言う場合もあります。でもそれって男性からしたら別に初めてじゃないって知ってるのに初めてっぽくしたいから手術受けてきてってこと、そうなんだ。すごいな、そういうのされてるってすごい先生ですね。ちょうど今ちなみに何ヶ月ですか？今9ヶ月です。いやもうほぼ臨月じゃないですか。この動画撮ってる最中にもしかしたら、はい、出産する可能性もあるかもしれない。どんな患者さん多いですか？例えば年齢とか何歳から上は何歳ぐらいまでとか。小陰唇縮小術は、うん、あの本当に幅広いです。20代もう前半からもう70代ぐらいまで。あ、70代の方とかも、まあ、こう言ったら高齢者の方とかもいらっしゃるんですね。もういらっしゃいます。やっぱり介護の時に若い男性に見られる可能性があるので、そうなんですね。そこやっぱそれはちょっと綺麗に見せたいというか、大陰唇もちっちゃくできますよ。あ、そうなんですか。はい、大陰唇縮小術って言って大陰唇がたるんでる方を、まあ、切って、うん、それって見栄えが、メインですか？やっぱりそうですね、やっぱりたるんできちゃうので大陰唇。そうなのか。例えば変な話、感度が良くなるとかそういうのはあるんですか？感度が良くなるのは、あの G ショットって言って、 G スポットにヒアルロン酸を打つっていう。マジっすか？はい、そんなのあるんですか？ G ショット。はい、 G ショット。 G ショックみたいです、時計の。G ショットです。G ショット必殺技みたい。あ、ヒアルロン酸も。そっか、まあ言ったら、まあ、ヒアルロン酸、あのもちろん膝に打つヒアルロン酸とかもあれば、あのこういうところ ね、あのほうれい線だったりとか、はい、女性は膣の中だとやっぱ G スポットで感じるので、はいはい、そこの、まあ、強化させるというか。そうなんだ。それごめんなさい、どっから打つんですか？それこって膣の中から注射器でチュッと。もうあのヒアルロン酸打つみたいな感じで、はい、シュッと。そう、シュッとシュッとシュッと。はあ、すごいな。あとはその G スポットじゃだけじゃなく、その下側、膣壁の下とかサイドにヒアルロン酸を割とたくさん入れてあげると、あの膣が狭くなるので、まあ、膣の引き締めの手術として、まあ、ヒアルロン酸入れるっていうのもやってます。なるほど。じゃあ悩みとしては、例えば受診のきっかけって、例えば見栄えを良くしたいでもいいし、ちょっと感度を上げたいとか、そういう感じで来られる方もいるっていうことですか？そうですね。あと、まあ、産後あの、うん、膣が緩んじゃって、お水が入るとか、空気が入るとか、そう、シャワーとか浴びてる時にとかですか？そう、お風呂に入った後に上がると、やっぱり中に水が溜まっちゃって、後からダーッと水出てきたりとかするのが、やっぱり悩んでる方いらっしゃるんですね。なるほど。そうか。でもそういう悩みがあったらどこ行くじゃあいいか分かんないですもんね。あんまり知らなくて、っていう人もいますよね。受診したいけどどこ行ったらいいか分かんない人みたいな、うん、じゃあそういう人もこの動画見るきっかけで来てもらえたらちょっといいかもしれないですね。そうですね。意外とその膣の中を引き締めるって今言われてみないと、そんなのやってるんだってなると思う。いや、知らないですもん、うん、医者だって知らないぐらいだから。じゃあ、まあそういう悩んでる方とかがいたら、ネットとか検索したいとか、ちょっと下の概要欄にもクリニックのお名前をお出しするので検索してみてもいいかもしれないですね、うん、はい。私の中では、その膣を引き締める手術は、うん、やっぱり中からしっかり切開して筋層を寄せていくっていう手術が一番効果が高いし、うん、そこまでやってる先生ってすごく少ないので。なるほど、はい、先生は、うん、あの普通ヒアルロン酸を入れたりっていうのは簡単なんで割とやってるんですけど、それって効果あんま持たないですよね。やっぱなくなってまたやってって繰り返すことになるし、そうか、はい、その膣の大きさ自体は変わらないじゃないですか、厚みは出るけど、うん、だけどそれをちゃんとキッチンでこうギュッと引き締めてあげるって手術までやる先生ってすごく少ないので、筋層から寄せるっていうのが、うん、だからまあそこが私の頑張ってるところ。じゃあ結構そういう受診を考えてる人とかもしかしたらいらっしゃるかもしれないので、うん、ちょっとそういう人に最後メッセージみたいなのをいただいてもいいですか？まあ、でも、あのもう分からないことなので、もう一からもう丁寧にご説明させていただきますので、やるやらない関係なく、お悩みがあったらあのご相談いただけると何かしらの力にはなれるんじゃないかなと思います。もしそういうのを考えている人がいたら、ちょっとぜひともねチェックしてみてください。奥村先生でした、はい、最後に美容外科医のジョイさんあるあるを言います。1、2、3、4。 Hey, hey, doctor! Hey, doctor!
美容のジョイさん派手な人が多い。このチャンネルが良かったら高評価の方お願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。